に出演しております土屋太鳳です。本日はこんな素敵なセレモニーに参加することができまして本当に嬉しく思っております。幸せです。皆さんこんばんは。諏訪博人を演じました竜星涼です。こんにちは、山崎ひろなです。紫あずさ役を演じさせていただきました清水くるみです。萩田作役演じました桜田通りです。ありがとうございます。私は子供の頃は結構階段とかその家の中をこうイルミネーションしたりとか、あとはそのろうそくキャンドルを集めてキャンドルコーナーって作ってそのサンタさんを待つためにお酒とお酒をあれ同じだお酒とお酒お酒とお菓子だったりを、はい、あとお手紙を添えて、うん、待ってました。本気で、はい、何か届きましたか。待っていた結果はい本当にサンタさんが来ました。はい、はい、いいですね。いや私の本当に来たんですよサンタさんと妖精さんが。これ本当にいやすごいねそれね本当に。でもなんか恥ずかしいよね。誘ってほしいよね。あ誘ってほしい。どういう風に誘う。なんかこう行きたいなみたいなニュアンスを出しといて、キラキラなクリスマス一緒に行きたいなみたいな。あ可愛いね。キラキラなクリスマス。どう。イルミネーションをまず見たいって思う。俺好きだよ結構。なるほどね。なんかさ、でもイルミネーションを見に行くだけじゃなくて、そこにあったみたいな。そうだよね。だからイルミネーション見に行きたいなって言われたら、逆に他のことも提案したいよね。おお。例えばちょっと聞いてみたいですね。せっかく行ったらさ、ご飯とか食べたりとかなんかどっか行きたい。のっぽくんがめっちゃうなずいて。のっぽくん。のっぽくんはどうしたいですか。食べたいって。食べたい。のっぽくん食べたいって。ご飯食いながらイルミネーション見えたって感じがいいんじゃない。イルミネーションが見えるところでご飯を食べて。そうそう、あ、それでいいんじゃない、うん、